俺番組終了ボタン押してた今。大丈夫です。はい。なんでやって何や。なんでやって何これ。お疲れ様です。声入ってる。声入ってるかだけお願いします。声 OK。入ってないよ。入ってないか。はい、始まりました。結局人類トーナメント1周年記念。1周年大会。早くも1周年だね。完全に入ってる。そうそうそう、A ブロックも4人呼んでおります。エヴァテンさん、アオラビさん、あとヘソコエさん、エプレシアさんとチョウさん。はい、じゃあ前回と流れは同じだけど、もう一回言っておくとそれね、 A から D ブロックがこっちの配信で、 E から H ブロックの人は1回戦と2回戦だけドラスピ配信の方で行いますので、詳細に書いてあるこっちの URL を開いてそちらの指示に従ってください。ドラちゃんの方ね、ドラちゃんにありがとうありがとう言いながらね。でブロック決勝から決勝トーナメントはこっちでやるんで、またこっちに戻ってきてください。で、あとは注意事項はあれですね、ステージはまあ言ったらこれボーンですよね。そうそう、ボーンワンダーランドかトレーニングステージ。あ、ドラスピの方はニコ生配信ないですミンティアさんありがとうございます。1100ポイントていうか開幕もあったよな。報告ありがとうございます。広告でもらったチケットは夜のプレステに使えるんでだいぶ助かりますね。雪かトレモなんだけど、まあ、間違って選択しちゃっても止めないんで、再選もしないんで、そのままやってください。 1P 側の人は一応注意して選んでもらえると助かります。あとラグチェックはやりません。もういきなりぶっつけで日本選手以上かな。決勝だけですよね。ああ、決勝だけ3本選手で一発です。泣いてもらってもモグテは俺とバシジンの2人しかいません。今日ジュニアさんがいないのがね寂しいよね。 ACC さんいつもありがとうございます。 ACC さんありがたやありがたや、2人っきりやで。さあというわけで始めていきたいんだけど、ドラスピ配信の方はどうかな。あ、向こうのパソコンつけてください。ちょっといやー、1周年ですよ。1周年大会、うん、早いな。いや、まだ1年だよ、アルカップ。まだこれから、まだ9年あるからね。ジュニアさんはヤクザさんが出るよ。ちょっと待って、ドラちゃん側の配信開けないんだけど、向こう大丈夫かな。始めちゃうか。やっちゃいますか。じゃあやっちゃいますか。やっちゃいます。ということで、じゃあヘバテンさんと R アキさんからお願いします。そうそう、無印入れば、そうね、10年遊べるって言ったら無印だからね、一応1年で結婚、その話はすんな。ドラちゃん大丈夫かな。さあドラちゃんの方はなんとかなるでしょう。さあドラちゃんやし、始めていきましょう。はい、1回戦 HP 側がラッキーさんですね。はい、始まります。わあ、年の話も禁止。
久保さん、久保さんが広告してる。ありがとうございます。ありがたや。戻りましたね。おい、ちょっと待った、画面がなんだこれ、固まってるんだけど、最速で。アマレコは、アマレコがでも試合はそのまま、試合はごめん、アマレコが固まってる。なにこれ。いや、今、アラキさんが決めて、うわ、画面が音も音も何このエラー。さあ、ドラゴン足が当たって、ドラゴン足が当たってヘバテンさんのダンテがバッターで、パーフェクト。いや、何も来てないマジで何かよ、ちょっとごめんなさい。ちょっと待ってもらえます。ちょっと2人配信画面開いてるから多分状況は分かってると思うけど、ちょっと待ってもらえたら、ちょっと待ってもらえたらありがたい。伝わるかな。いや、荒木さんは P で、ああ大丈夫ですね。荒木さんは気づいてる。配信テストの時は全く問題なかったのに、なんだよこれ、やばいっすね。ちょっと待ってね、これは最悪、もう再起動入るな。これ再起動した方が早いかもしれないですね。そうですね。はぁ、マジで。これはすごい。すいません、再起動します申し訳ない。あ、あかん、あまりこのあれだけでできないかな。あまりこの再起だけでいけますかね。
新画面を出して、いく。あれ、あまりこうこれでちゃうの？あの、もしもし。ケイさん、ワンさん、遊んでる場合じゃなかった。ちょっと動かしてみて。ちょっと動かしてみて。怖い。あ、映ってる映ってる、大丈夫大丈夫。荒木さんが超やってくれてる。はい、すいませんでした。ちょっとね、あまりクワ止まっちゃったので、まあもし次起きたらごめんなさい。対戦中の人はもうそのまま続けてください。もう よし行こう。取り戻そう、この時間を。すみません、アルラキさん、ヘバテンさん、2試合目よろしくお願いします。焦るなぁ、焦るなぁ。怖いけどね、もう始まっちゃったらまた、うん、やり続けるしかないからね。2本目です。そう、これこれでね、2キャラを封鎖されちゃったから、この裏回りさあ、で、仕掛けてさあ、ラッシュさんと言ったらこれだからね。アミして投げて、これは落とせる。あ、死なない。死ぬ。とりあえず重ねて、お、確かにね、スタンプ出してリアル、そしてついてる。まあちょっと FPS 落ちてるな。しょうがない。ミスって、あー、メッサー、ヨーリー、ね、メッサー止まって、落ち着いて、削りに近い、削って、え、だから下段で裏回りからファンヨニック、うん、あ、どこだ、エイドル使って、さあ、中段バイオリカー、これでアラクション勝利ですね。アラクション、おめでとうございます。FPS これぐらいで大丈夫かな。ついちゃってます。マイクブー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 聞こえる。鳴ってるね、マジで。なんか一気に壊れたな。ちゃいますか。ギャーって何？今抜き差ししたからあれか。大丈夫ですか。そうですね、もう抜けてもらっても大丈夫です。ありがとうございました。あ、ヘバテンアキさん、ありがとうございました。音大丈夫。もう次の試合やっちゃいましょう。そうですね、トレモステージか雪ステージの地下でお願いします、うん、まあそれ以上やると重くなっちゃうから、ね、それ以外のステージだと思ってないらしい。思ってないけどいいですね。さあ、じゃあこの試合中に隣のパソコンで前回の12優勝者のゴールに置きました。ゴールがI'm gonna die!
珍しい。高田中華は珍しいな。クレシアさんの方は、あ、いいな。さあ、時間流れて。モールのルートは。さあ、TA防いで、とりあえず、ディレクター逃げて、社長さんは仕切り直ししたい。さあ、ディスラクタービーム。さあ、ディスラクター。あーっと、これ、ありますね。漏れる。とりあえず、さあ、これは、バージルが出ている。さあ、裏回り見えない。あらの？さあ、拾い直し。ユーム落ちましたね、これね。さあ、俺、来てる。さあ、パワーオブ、パワーオブ。さあ、マグリが出てくる。さあ、投げて。拾って。もう一回。ミスって。エースタイプ。あらの？これは？寄せるルート。ワンマン1テープです。しっかり決めてゲージオンゾーン。さあ、超バージルは、あ、これはちょっとミスったか。あーっと、これはどうなる。さあ、食らっている。これはショモさん緊張しているか。バリアルコンビネーション。さあ、減らない、減らない。さあ、幻影剣、とりあえず幻影剣。どうした、やっぱ動きが硬いです。さあ、お互いエクスパクターゲージがなくなって、さあ、ガードガード硬い。さあ、中段山割り決めて、これはちょっと難しい。さあ、叩かない。だしかし、マージュラシがパスけて、さあ、マグネティックショックウェイ、これはパターン難しい。あー、また漏れている。さあ、これはパターンを取りに行こうとしたが、さあ、割れていた。これはどうなる。バージュ対ウルバリン、ゲージがあるのはウルバリン。さあ、これはゲージが溜まって、幻影剣、幻影剣に突っ込んでしまう。さあ、時間がない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 。さあ、とりあえず1本、とりあえず1本取ったのはスーパーボーイ。いや、スーパーボーイちょっと硬かったですね。なんかブーって聞こえてくる。なんだろう、これかな。いや、 USB だな、これかな。バボンブーって聞こえた。そうそうそう、なんかね、まあすごい小さい音なんだけど、ブーって。あ、消えた。あ、よかったよかった。隣で充電してたスマホ抜いたら直った。でも SPS もまあこれぐらいなら何やってるか分かるから、そのまま行きましょう。スマホだったわ。とりあえずあんまりアリーマーで対戦経験がないのかもしれない。てかさっきの試合危なかったよね。スーパーボーイ、へそ公園、スーパーボーイ、へそ公園強い。うまいっすね、アリーマーすごくいいな。今意外とああやって炎を測れるとか、うん、炎がね、あの弾レベルが強くて、うん、マグニートのディスラクターじゃ抑えられないんですよ、うんうんうん、だから結構ね、めんどくさい。あと、この言ってもね、あのプラズマビームが、うん、このしゃがみに当たんないんで当たんない。そうだから結構ね、めんどくさいと思います。あった、ちょっとレシピを間違えました。前出し難しいよね、あれ判断するの。
とりあえず削って。あ、でも有馬の体力はもうない。有馬どうする？わかんねえ。とりあえずちょっと航空でアシスト持ちながらやこうかって考えてる。おお、これはこれはガードさせても有利。俺でマグニートが落ちて、とりあえずね、いっぱい。マグニート落ちて、パワーを上げる。パワーをもう一回。また。おお、これは食らっている。下からの。もう一回。あっと、これは炎が残ってた。ふう。まあ、これはカオティックが。そうか。おっと、これ、アリマ食らっている。アリマが落ちちゃって、これは自然でね。さあ、表から。とりあえずウドバリにして。ルーキーくらいだったから、ルニアスの高速ではない。あれ、高速すごい短いかな。おっと、漏れて。あ、頑張って。あっ、あ、これは、いや、今のは良かったですね。しっかり良かった。この後からやばい、時間もないので、この携帯込んでこれでやる。勝ったのはスーパーボーイ。リチャーズって誰なんですか？全然わかんない全然わかんないよね。全然わかんない。いや、有馬さん頑張ったんだけどね。有馬さんね、惜しかったな。ガードも硬かったですしね。うん、すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次の B ブロックの人を呼んでいこうかね。延長とか大丈夫ですか？まあ、延長はもう自動で、自動ダメない、うん、消えちゃったからね。あとね、次ね、あ、そうだ、エクセルも閉じちゃってる。次ね、あ、ソルとソルも、うん、デロッシさんと、ロッシさん、デロッシ、そう、ゲッコーさん、あとヨセフさん、ヨセフさん、どっちか、なんかミラーやっても大丈夫ですよ。ケテネケツダナ、延長されていく。ジョセフさんですね。いいかな。うん。あれ、もう一人ガーフが。ガーフがジョセフさん。ジョセフさん。え？ゲコさん呼んだ？ゲコさん呼んでないですね。ゲコさん。ゲコゲコ。富士山。富士山。でかいぞでかいぞ富士山。オッケー。それはお家がなんかぼや騒ぎあったけど大丈夫だそうで多分ですけど、うん、ロバで来ると思いますよあネモチーム、ネモチームで、ネモチームで来るだろうな。最強お気に入りなんだよ多分。うん、わかんないですけどね。わかんないですけど ね。別に期待してるわけじゃないからね全然全然メイン使ってくれてもいい。あ、ボヤチーム。ボヤチーム。炎系でまとめてくる。炎系で。またリーマーがね、うん、見えるかもしれない。まあヨセフさん来てないけど、ゲコさんと
クソル2人も始めちゃっていいですね。ボヤチームはシャレ本人は割とシャレになってないんじゃないのやばいよあれ、写真見たけど普通に炎上がってましたよねあれ多分、うん、あんな黒真っ黒になってたし。さあ B ブロック、さあ B ブロック、ん、来た来た来た、ソルマンも変なチーム、なんだこのチーム、ソルのこのチームはなんだ、あよくわからない、これはこれはあれじゃないの、消えたいんじゃないのこの人消える消える気か、でも消えたら反則してあるんで消えるチームだよね、でも構成的にランダムフライバロックっていう名前だから、まあ、1本目はね1本は捨てるってことかこいつ、1本捨てに来たぞこれ、すごいこれランダムフライバロックしに来た、あまあまあでもあれなんだよね、クソルってアスカプの攻撃で使ったらあの時も失格だったんだけど、あのミスったんじゃなくて、あれわざとちゃんと消えないタイミングでランダムフライバロックやってたから今回も多分同じだと思う、わざと消えないタイミングでやってるんだと思うだからでも熱帯だからね、逆に間違って消えちゃうんじゃないかこれ、いやこれでね、いやこれで、あーこれまずいぞこれ、おお投げる、投げて、ああ2回戦はそうふみふみさんとの試合はもう勝てる気がしなかったから本気で消えようとしたけどその時は消えられなかったって、でも勝ったっていう、ね、結果的にはさあ全身からの、おこれ消えんのか怖い、今後ろにダッシュしてたからさ怖いな入力してたんじゃねえのあいつ、さあそれは正面向いてるとできないよさあ本気なのか本気じゃないのかわからない、本当わかんねえなこいつ2本溜まってさあこれは殺しに行った、殺しに行って、ゲージを下げて最低限の安全はそしてに対しよう逃げて、さあ2ゲージ溜まって、チーユネカバイバイすんのこれ、さあノバがノバとクソルがバイバイするのか、おからの、そのためのスペンサーそのためのスペンサーだったの、消える人バイバイしちゃったからもう安心だね、タケコさんこれでも時間がないから、時間がないからとりあえずモリガンを早々に削りでもいいので倒してファクターは、おとりあえずサクソル怖いのはバイオニックカーブ、さあバイオニックカーブ、さあやるよね、刺さってそう消えるバグって相手に暗転されるとタイミングが狂うっていうかもうできなくなっちゃうんで、その対策でスペンサー足で引きずり下ろして膝崩れ、いやこれ勝つのか、なんか疲れたな今の試合、なんでしょうね何なんだよあいつはチーム変えれねえぞ、逆になんかでも消えてくれた方がなるほどね、いい対戦でしたじゃねえよとりあえずとりあえずノバをエクスファクターで倒しちゃってもいいかもしれない。投げて。あーっとこれは刺さって。ロケパン。ロケパン。さあどんどんで。
さ、TA エンパに行こうと思ったが返されて、さあ TA 返して、 TA 全然通んないんで、冷やし、冷やしに大丈夫、今日だよ今日、このババ、さあ、おうちだ、さあ、裏からセンチュリーを投げて、これはこれはモニカからさあ、TA いけるか、 TA いってよく鉄板、よく鉄板、あー、最低限じゃないぞこれ、さあ、さあ投げて終了、このゲームは当然 A パーは別に禁止ではないです、さあ、ポイントタンクを、ね、さあ、タスクマスターの体力が、タスクが、ゲージがもう厚みを出して、さあ、ちょっと早いんじゃないか、あーっと、これはかなり、かなりチキってましたよ、今の、かなり早かったぞ、チキンか、悩んだんじゃないですか、かなり結構高い位置だったから相当早めにやんないと消えるなって、消えるっていうさあ、先行したダークですか、さあ、殺したい、殺したい、またやるか、安定しない、ハハハハ、疲れていく、それ上からして、あ、当たらない、ホント、あそこまで無敵か、どうしよう、そうそうそう、さあ、ジャンシー戦って、ここもできんない、このモリが厳しい、このモリがなんだソロフィストが出ないこのモリがやばい、こうして蹴り合ってるぞなんだこのモリが、このモリが、しかしこの時間稼ぎは有効、それっぽいけど、うわー、1、さあ、そう、ゲージ使ってでもモリガンを落として、さあ、今度はバイオニックアームランサーに気をつけたい、さあ、バイオニックランサー触って、勝ったのがクソルー、うわー、なんでしょうね、なんでしょうね禁止ってわざわざ書いたのに狙いに来るけど、面白いです、禁止ですよ禁止ですよ、まあ、一応言っとくと一本負けなんで、まあこの盛り上がりであるこいつもう一本捨てたかったらどうぞ、ゲコさん、ゲコさんに謝罪入るだ、本当に、本当ですよ、ありがとうございました、ゲコさん、すいませんでした、孤立にまた参加してください本当にね、バカ野郎、あいつ、じゃあデロさんとガールがお前のゴールだ、お願いします、絶望ガーフチームなんですかね、どうなんですかね、バージルノバなんですかね、ガフチームですね、ガフチームね、ハリーマーでした、ああ、なるほどね、あ、みんな青で、ハリーマーのあれか、んさっきビームできたよな、でもガフは重なる、あ、なるほどね、やりたいことは分かった、やりたいことは、うん、やりたいことは分かったけど、ああ、これは助けようとしてスイスチーさあ、突進ユニビール他のラスさあ、コンボはあーっと見つけてしまう、さあ、ガーフチームの要レッドアリーマーが、レッドフリーマーがやられると、ユニアリーマーがやられるとまずいんで、これは交代してくるか、一応ね、安全交代ありますからね、このチームだったらね、さあ、交代してしかも相手はの、さあ、操作が出てきている、さあ、マイティ硬いめくられて、さあ、2本あって、アシストがあって、ああ、拾えない、ちょっと強風に見つかった、さあ、マイティスパーク早くなっている、マイティ苦しい、
巻いて苦しい巻いて苦しい。さあ生交代から、あ、生交代せず、あー食らっちゃった、あー消えてしまった、消えてしまった。今は生交代でよかったかもしれないですね。巻いて急投げから消えない。とりあえず暮らして、そうですね、ストークで固めてガーフ。おーっと、これはまた、いいなんだけど、またハピーバーが、アイディアン、マウン、これは何か、さあ、しないで、アイディアンマウン、しない。さあ、表かな、さあ、温存。これ、ガーフできなくなりましたね。早い早い早い。さあ、アリマが、危ない危ない、アリマが、どうなる。さあ、戻って。アイアンマンの体力がやばいことになってるからね。アイアンマンやばいですよ。2回発射されてますからね、これね。さあ、ゲブラ。アイアンマン出てきたぞ。さあ、あってもこの体力が厳しい。さあ、投げた。投げて。ですから、一本選手は、デロさん。デロさん。ガーフは、出てません。ガーフまで行くのってちょっと難しいですよね、やっぱり。アリマが頑張らないとね。うん、アリマが頑張らないと。本当、でもアリマが一人落としたらもうだいぶ、うん、ほぼ確定しちゃうんで、ほぼね。避けられることある？あれなんじゃないですか。TA から、TA で、カオティックで締めて、うん、要するに、あれなんじゃないですか。サンゲージ持った状態で、うん、カオティック、キノコ、ショーク、うん、高速化でルミナス、ルミナスでハメに行って、うん、そういうことじゃない。分かんないですけどね、完璧に重なるかどうか分かんないんで、ね、うん、それガチで狙ってたのって言えるな。それさんに入っているわけですね。さあ、コンボはとりあえず、あ、TA ですね、やっぱりね、TA はありふらないんですけど、いやさあ、とこれはあっと、名古屋人空中から出すのはこれ分かんないですけどね。ありがとうございます。さあ、そうか、巻き込まれているわ。アリーナの体力が少ないので交代したいが、交代せずに、さあ、これは一発食らうと死んでしまうが、さあ、ブラックしまして、アリーマが、さあ、どうなる？さあ、投げて、これどうする？さあ、拾えない。カオティック。カオティック、ガードシール。スースティース。アドバを連打しすぎた。さあ、うまい。拾って、どうする？ストーさん。あーっと、ミスって。バーストタッチチャージ。さあ、バーサカジャージしたが、間に合わず。わからない。マイティ？マイティ硬い。マイティ硬い。わかんない。マイティの体力全然減らない。マイティストライク全然減らない。あの、2割しか削れていない。半分まで来たか？マイティ硬い。マイティ硬い。全然死なない。マイティ全然死なない。今度は振らないように。おっと、デスファクター中だったので、ね、行かないか。さあ、ダークベースかーっと、相打ち。さあ、とりあえず上に逃げて時間を稼ぎたい。ワープ、あっと、危ない、アイアンマン危ない。さあ、あんまりアイアンマン出しすぎると、これはしか出ている、これは届かない。今は食らっても良かったですね、持てなかったし。レベル3入らない。システム頼みますよ。もうちょっと待たないとダメなんだよね、近かったし。ちょっと待たないとね、あれがね、相手が弾んでると少しだけでも浮いてるとね、ああなっちゃうんだよね。余裕を持ってね。さあ、1-1ですね、これでね。さあさあ、今度こそガーフが見られるのか、見られるのか。まだガーフしないですからね。うん、ちょっと最後システム嫌われてた。それが、それは広告出してる。ふざけんな。いい対戦でした。
なんであんな仕様になってるんだろうね、ダークイメージ、ね、どうだったね。それに似合う似点が見当たらない。これじゃないんだけど当たりか。さあ、ファイヤー巻いて落とし空中盤を安全に出せるようにね始まりたいですね。ファイヤーマン巻きながらファイヤーマン足強い。ファイヤーファイヤーファイヤー、さあっと着地ガードさせなかった。ファイヤーファイヤーファイヤーが意外と削られて体力を削られていく。さあ体力多い操作出てくる。マイティストライクを投げてファイヤーは出さない。さあウィクリー、それでも更新で治るんじゃないですか。マイティー運営、ごめんなさい、ツイッチの方は大丈夫だったんだけど、ニコ生はなぜか接続が切れてしまっていたようで申し訳ないですが、あ、動いてなかったんですか。あのね、マイティーがどこで死んだかな。ハピバーで、あ、更新で治った。いやでもこっちの接続が切れてたから多分、ね、みんな止まったと思う。ツイッチは大丈夫だったんですか。じゃあツイッチは動いてた。ごめんなさい、ちょっと試合見返したい人は後でツイッチの方。ツイッチの方、ね、さあガーフは、ガーフはどうだったんでしょうね。ガーフはどうだったんですかね。あれ大国民いないな。ん、大国民はファラさんだよ。 Z ファラですよ。 Z でしたよね。 Z から。あれあっちかな。いや俺の方にはいないと思う。ファラさんと e スピードワゴンさんのタヌキックライブ4号。なるほど、タヌキックライブも呼んどいてもらえると。 OK です。タヌキックライブ、スピードワゴン財団。スピードワゴン財団、財団ですよ。究極人類と聞いて見に来ました。ありがとうございます。立ち見の人は立ち見、もう立ち見出てます。立ち見出てますね。 E から始まる。 E スピードワゴン、 E スピード、 E 方のスピードワゴンですね。あと4号さん、4号さん、 Y 滝川クリステルの公式ブログが10月で止まってるらしいです。いやー、2ヶ月ね、仕上げてきたんでしょう。今日外めちゃくちゃ寒かったね。風が冷たいもん。あれ、ヨンゴさん、ヨンゴさんいない、ヨンゴさんいない、ヨンゴさんなんて ID ですか。 YO、 あれ上の方にない。あ、そう、オンラインの、そうそう、オンラインの人はもっと上の方にいる。
ちょっとね、箱の方はここら辺がちょっと、箱はね、ちょっとめんどくさいですよね、これね、不便だね。あ、いたいたいた、フレンドのフレンドとか招待できるのは箱の方がいいんだけど、結局 ID 入力しちゃった方が早い場合も多いですからね。そうだね、そう、スクロールも遅いしね。うん、スクロール遅いのがまず一番で、しかもあの、あんまりフレンドを送りすぎるとあのスパムで弾かれるっていう毎回なってる。そう、あれ結構大変ですよね、うん、箱だとね。とりあえず最初は王国民とスピードワゴンですか。王国民対スピードワゴン財団、うん、お願いします。スピードワゴンさん、ファーストでしょ、結構やり込んでますね。へー、あんまりね、あんまりやってない時期に結構やランクもやってた人が多くて、うん、全然知らない人多いんですよね。あ、ここでファーストだよ、結構やってますね。俺も結構やってるんですけどね、うん、相当やってる、そう、うん、さあ、さあ、ゼロ、そう、ただいこう、しっかりしている。あーっと、これ、ミスってしまった。裏回りに、ワープして。どんなだったか。さあ、マグニート。マグニは死んでしまうね、これ。あー、ゼロが当たっている。あ、ギリギリ残った。マグニは知らない。さあ、さあゼロが落ちて。黄金連携。さあ、ヒリュウ。わあ、どうする、ダンテの出現攻め。さあ、裏から壊し。さあ、どうする、うん、さあ、ところカーブと割り、これはゲージを使って殺していく。さあ、時間をかけて戦っていきたい。さあ、マグニートは回復していく。さあ、アシストを使ったので回復時間がまたかかっていく。さあ、経験裏から、あー、打ち上げちゃう、打ち上げて、ダンテ、ダンテ死ぬとさ、体力半分のマグニートが出てくる。上に逃げて、さあ、交換刺さって、おい、選手は原さん、王国民、ああ、そうです、狸王国民、狸王国民、狸を、狸の名前が入ってると、なんか一回戦負けっていう噂を聞いてそうなんだけどね、今回は大丈夫そうですかね。うん、横浜はなんかすごい石井戸起きてんだけど、なんだこれ、人起きてるんですかね、それだけ。うん、ここにこう止まってるで、あ、それさっきのかな、これさっき席替えの時期ですね。なんか席を変えるコマンドがあるらしいんですよ。ああ、そう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 、まあ、それやってもいいかもしれないですね。どうやる、どうやる、なんてコマンドなのか教えてもらえる。なんだったっけな、なんか ありますよね、うん、なんかね、席替えの席詰めるっていうのがここまでは、さっきと同じスタート、また刺さって、あー、雷光出ない。さあ、バスター雷光、さあ、バスター雷光のね、この隙間があるんで、知ってると割り込めるんですよね、ベスターでね。さあ、バスター、さあ、これも刺さって、飛竜が消えしない。さあ、バスターうまくいけなかったか、バニッシュ、足立ユミとは何で分かれてる。さあ、表から、さあ、これはどうなる、セット見てるユーザーに対して強制更新かけるだけ。ああ、そうなんだ、みんなが悪い。さあ、これはおーっと、あかん、あらがらった、あかん、これは、あー、そんな残ない、マグニートだな、マグニートだな、はい、調整、マグニートだな、まだある。
さあ、カブト割り、怖い、カブト割り警戒したい、カブト割り怖い、カブト割りを警戒したい、カブト割りが怖い。じゃあ、カブト割り、非常にもあったな、王国民、王国民が1回戦を勝ち上がっていく。着替えは何？ SD？ いや、そう、SD はそれでいいじゃないのかな。あれ普通に SD なの。まあいいや、しなくていいでしょ。まあ確かに赤移動しない仕様になってる。へえ、うん、まあそうなんだ。変わったのかな。変わったんだ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。やる気勢ですね、リーグワゴンさんね。最速で光ってましたよ、ね、タヌキくん。早い。いよいよテンポよく行こう。テンポよく行きましょう。逆クリステル、タヌキがクリステル、ゴッツさんが、ゴッツさん、タヌキの呪いはまだこれから。スピードワゴンはクールにされて。さあ、今回唯一かな、わかんないけど、クリスが、クリス使いの、うん、さあ、これあんまりないでしょう。さあ、ホスティター、ファイヤー。これは死にますね。1ゲージ死ぬんじゃないかな。ドゥ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 、サヌキ君黄金連携、サヌキ君黄金連携、さあ黄金連携失敗。当たり具合が悪かったのか。さあずっとボタンを押している、ずっとボタンを押している。さあずっとボタンを押しているでおなじみのいいじゃん。よろしいんだ。さあどうする。さあそれはない温度。さあ投げ、さあやらなくていいことやっていく。なんだ今のは。やらなくていいことやって倒していく。さあ一方選手はクリステル、よりご証言者残さない。いいですね。出たー、たぬき式よくやってるんですかね、ああいうことを。タヌキ式スマホ、うん、うわぁ、広告5000ポイントに溜まってる。ありがとうございます。お、チケットは3枚。2H ファクターより安定するんです。お、おん、そやな。さあ2本目、ヨンゴちゃん頑張ってほしいですね。さあシューティング、さあなんかリラッとしてグラっている。おっと、ちょっとミスっている。さあこすり早い、オープンファイヤーから拾って、これは死ぬでしょう。まあ何にせよ後ろにバージルいます、ね、バージルいますからね。ほう、ははキテネーキャツーダーナー、ホークアイブラシックですね。確かにこのチームでちょっとホークアイ怖いですからね。でもホークアイ出してもこれ別に有利じゃないですからね、これで。まあね、さあうまく引っ掛けて、さあまた攻撃で、とりあえず殺していく。マジルはどうなる、戦発、おお、はい、いやー、これは置いてあった。さあどうなる、さあこれで X ファクターなくなって、バージュ出てくる、投げからさあ拾える。これはこのままいくよ。これは殺せないか、僕おっとミスって、今乾燥したら殺せてたね。乾燥したら殺せましたね。素晴らしい。さあこれでバージュが出てきて、ゲージは登録して、これは挑発は挑発しているさあ勝ったのは滝がクリステル。さあ滝がクリステル、期待してますね。余裕があるね。余裕はありますけどね。
ひどいですね。ひどいですね。クズですね。はい、C ブロックが終わって。さあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、B ブロック、最後のブロックですね。こっち側だと。うん。ケイスケさんと、ジジさんか。今のは点数いくんじゃないですか、先生。ランクもやってます。ジジさん、ジジさん次やれ。でこれ終わったら、もう一回 A ブロックに戻って、ね、ブロック決勝までやっちゃう。んで ミドルではないボーイさんとかデコスケさんはまだだいぶ先になっちゃいますが。あ、そうか、これはあれか、2回戦終わってるのか。そうなんだよね、ここの下は。これが最後ですね。 B ブロックだけ1回戦1個なんで、1回戦最後の試合ですね、これが。いやー、プレステだとね、もっと時間かかるからな。そうなんですよね。ちょっと夜は覚悟しておかないと。オグティー、まいちゃんお疲れ。まいちゃんに来てもらった方がいいんじゃないですか。まいちゃんでも見てもわかんないでしょ。まいちゃんやんねえかな、アルカップ。知らん。じゃあやってほしいな。ジジさんはやっぱランクもやってますよ、多分。ウォーミングアップしちゃってたわ。メンゴメンゴって書いてあるよ。4号さん対戦ありがとう。お前そんなことしといて。ただジジさんに招待は多分行ってるから、もうちょっと来るかな。まあ、来た来た来た。じゃあやっちゃってください。